こんなん食べらんそんなに食べさせるか、食べらんないな。俺の分もです、もちろん。はい、餃子、焼きそば、天津飯、麻婆豆腐です、はい、好きなだけ食べてください。焼きそば一つしか食いないな。どれ食べてもいいよ、全部少しずつ食べな、はい、全部美味しいから。全部好きなように食べればいいから、はい、誰も文句言わん。よいしょ。美味しいかい？はい、どう？味はどうよ？うまい。ん？うまい。あ、うまい？最近スタミナ料理しか作ってねえからな、はい、じいちゃんが体力つくような料理しか選んでませんからね、はい、ありがとうございます。
そのありがとうという気持ちを忘れずに。もちろんもちろん食べてください。もちろんでございます。でもあなたも食べてください。はい。ダメです。食べてください。もう少し食べなさすぎです。はいはい、おじいちゃん、はい、施設の方に言われました、はい、おじいちゃん最近お昼ご飯残すんですけどご家庭ではどうですかって。おじいちゃん、あ、少し残すんだろ。おじいちゃん、はい、あなた最近朝ご飯もたまに食べないでしょ。はい、お味噌汁も今日飲んでって言ったら飲んでないでしょねえ。はい、おじいちゃん、はい、食べれる時に食べないと体力がなくなります。はい、正直批判もあると思いますが僕は無理やりでもあなたにご飯を食べさせます。なぜならあなたに元気でいてもらいたいから。はい、ありがとうございます。 OK、はい、そこは厳しくいくよ。はい、だからもう少し食ってくれ。そのために美味しいもの頼んでんだから、あんたが好きな。ありがとう。うん、
歯が痛いですか？いらない。口痛くない？うん。歯は大丈夫かな。藤井さん、餃子1個食ってくれ。もういいよと言わずに餃子を1個食べてくれ。聞こえた？うん。なんて言った俺今。今度は1個食べるんで。そう。ごちそうさん。ごちそうさんか、ほんとに。お菓子も全部食った？うん？青森のお菓子全部食った？青森？野菜ちょっと食いな、野菜。
二人とも。はい。さっきな、ラーメン。やらしたらね、その捉えできないっていうのが、あるよ。それは、自分でも未熟さを露呈してるんだよ。全然腰浮かんないですよ、座ってる人たち。1万人行ったらお願いしますみたいな感じで1万人1万人で、うん、あ、そうなんですか。いい話。そうそうそう、カニなんだ。俺も食えねえ。ごそさん、よく食いました。ナイス。ナイスです。ありがとう。いや、こちらこそありがとう。こっちこそ。はい。